ちゃんさん、会社のスタイルってだいぶ変わっていくんじゃないかなと思うんですよ。今までは従業員を募集して一定時間、時間を拘束して働ける体に会社が育っていきましたよね。人材に投資するっていう名目でです。でもそうなると社員の側から見るとですね、お金をもらいながら教育も受けさせてもらって、でいろんなね、会社の信用とか従業員、他の従業員さんの立場とかを借りることができるっていうね、もらいっぱなしなんですよね。でいつの間にかそれが当たり前であって、自分の身分保証をしてくれることまでやってくれるのが会社だっていうふうに捉えられますし、どこどこの会社に勤めてるんだっていうとね、一定の信用が得られるのは個人が信用されてるからじゃなくて、会社の信用を借りることができるってことですよね。だからそう考えると社員さんって結局いいことずくめなんですよ。いいことずくめなんですけども、それに気づかずにまだ自分のことなんてこのぐらいの保証じゃ足りないって思ってるんですよね。給料が足りないとか、休日が少ないとか、なんか上司がくだらないとか、部下が使えないとか、だからこういうふうにあらゆるものが自分に対して、不適格だというふうに考えるのが肯定感の強い人でしょうね、きっとね。こういう人はまあうまくいかないんじゃないかなと思うんですよ。でも最近の会社の作り方っていうのは、おそらくですよ、会社に入ったらその会社に社員が給料を払うっていう形になるんじゃないかなと思うんですよ、ね、給料を毎月払うもんですから、自分の売り上げ上げないとその給料が捻出できませんよね。だからやっぱりいろんなことを真剣に学ぼうとする。で今度は学ぼうとしたら、先ほどお話したように会社が研修を受けさせてくれたりとか、会社の力がある人を上司につけたりとか指導役につけてくれたりみたいな、そんなお人よしなことはなくて、自分のことを育てたいと思う人は自分で自分を育ててくれる人を探しに行くみたいなね、自分の会社の創業者でもいいですし、上司でもいいですし、そういう人をお金を払って雇うってことに変わると思うんですよ。でもこれ考えてみれば真っ当な考え方ですよね。だって給料をもらった上にいろんなことを教えてもらって身分保証もしてくれる、こんな天国みたいな時代ってのは過去の遺物なわけですよ。でもどっかの組織に入らせていただくっていうのは、自分が希望して面接を受けてお願いしますと言って入るわけですよね。じゃあお前ちょっと入れてやるよって言われたところで、入った後ね、会社の文句を言うとかね、この会社は全然人材教育ができてないとかね、その会社のシステムが悪いとか、重労働で給料が安いとかっていう筋合いじゃないですよね。だってそういう会社をあなたは選んで入らせてもらったんでしょと。でその中には募集要件と実際が違うものもありますよ、それを確かめるためにあなたは面接受けに来たんでしょって話ですよね。で会社の面接、入社面接に関しましては、まあいろんな受け方があると思いますけども、私はね、会社の実際の業務をちゃんと見て考えて、場合によっては OB 訪問とかしてですね、実際会社の募集はこうなってますけども、実際に働いたらどうなんですかってことをリサーチして聞き取って、それをもとにこういう問題を解決できるのか、それともこれは仕方なくこれからも続くのかってことを面接で聞くのが当たり前だと思うんですよ。でもなぜかね、パンフレットに書いてある内容を鵜呑みにして面接を受けて、そこそこの受け答えをして入社して、入社した後にこんなはずじゃなかったって文句言い始めますよね。それは就職活動が全く足りてなかったっていうか、やってなかったことだと思いますし、学校の校則もそうですよね。入学前に調べるわけじゃないですか、校則なんていうのは。その校則が自分に合ってるかどうかを判断して学校を決めるはずなのに、なんか校則とか全然見ずに、ただ受験をしただけでね、学校が近いからとか、なんとなく新しいからみたいな理由で入った後でグダグダ文句言う、ブラック校則だとかいうね、トンチンカンなこと言う人もいるわけですよ。いや、学校を選べよって話ですよね。自分に都合のいい学校をなんで選ばずに、短絡的に近くにあるからみたいなことで行った後で文句言うのかってことですよね。で会社も同じですよ。自分で選んでおいてね、文句があるんですよね。だからそういう人はもともと就職しようなんて思わない方がいいんじゃないかなと思うんですよ。就職するっていうのは本当にね、経営者を一回やると思いますけども、やっぱ含む先生しないといけないんですよね。言うことを聞きますとか、自分に割り当てられた上司がどんな人であろうとね、どんなポンコツだろうとも、上司も使いこなしてきちんと成果を上げますとかね、予算達成なんてはっきり言って当たり前のことですからね。予算達成しますっていう約束のもと入社を決めるわけじゃないですか。この人だったら予算達成を嘘つくことなくやってくれると思うから採用するわけなんですよ。でもいつの間にか予算達成をしないことが当たり前であったり、ブラック労働をさせられてね、休日出勤させられて、しかも給料安いとかいうわけじゃないですか。で逆でですね、それほどまでに会社の経費とか電気代とか使わせてもらって、会社の資源とか信用を使わせてもらって、なんでね、その残業をしなくちゃいけないのって話ですよね。
残業する人って基本的に無能な人で、残業をせずに成果を出すのが当たり前だと思うんですよ。でも残業してすら成果が出せない、それでしかも文句を言うと、お前は何をやってたんだって話ですよね。経営者としてはそういうふうに人材がまさにね、会社を搾取してくる、そんな構図に見えるんで、人材は負債なんだというふうな考え方にも私は大いに同意します。ただ例外はあります。それは自分で一人でね、ちゃんと利益を上げれる人が集まった会社です。誰一人、従業員気分の人はいないと。100人いたら100人がみんな自分の予算達成をしてくる、当たり前のようにね。あの予算達成って当たり前ですからね。だってランニングコスト、生活のランニングコストが35万いるとしたら、生きていくのに35万は絶対ね、どうやっても稼いでこないといけないって話ですよね。当たり前なんですよ。足りないから誰かからもらいましたとかね、足りないから借金しましたみたいなところで生活が壊れていくんですよ。だから自分の所得に応じた暮らし、もしくは暮らしに応じた所得を得ていかないといけない。その中で自分の暮らしに所得が見合わないから、この会社は給料安いから辞めて他いいとこないかなって探すって、いいところはあるけども、お前を選んでないよって話になりますよね。だから文句のある会社に勤めるってことは、所詮文句のある会社しかあなたを受け入れてくれなかったっていう現実がそこにあるんですよ。本当だったら自分はもっと能力があるのに、こんな会社に入ったがばっかりにとかね、会社の上司は全然分かってくれないとかね、会社ってのは全然ね、仕事のこと分かってないみたいな批判しますけども、いやお前が一番分かってないみたいな感じですよね。もう本当にね、なんか堀江さんが言ってましたよね、14万円で手取りがなんか変わらないけどどう思うって、終わってますよねみたいな感じで、手取り14万、お前が終わってるよみたいな、こんなサムネイルが出てましたけど、こんな出てましたけどね、まさに終わってるとも言えるんですよね。厳しい言い方はあえてしますけども、経営者から見ると、だから人材っていうのは人である以上感情があるんですよね。感情があるから本当に厄介なんですよ。感情なんてなしに当たり前のように予算達成をしてくれれば、あの全く問題ないですし、その上で給料はあんまりアップしないですけどね。で、経営者っていうのは一番自分が儲かるためにやるわけですよ。当たり前ですよね。自分がなんか一人だけ貧乏になって、従業員はちゃんと給料持って帰ってみたいなところが横行してますけども、私の会社を筆頭にね。いや、それ求めてないですからね。従業員さんはいわゆる相場で働かしといて、例えば20万とか30万給料を上げて、その従業員さんが粗利を毎月50万60万持ってくるってことを想定しているわけじゃないですか。で、従業員さんの数だけ会社の粗利が増えるみたいなのが健全経営ですよね。だからそうなってないわけなんですよ今。どちらかというと、会社を経営している人が連帯保証人の枠を使ってね、借金をして従業員さんに給料を払ってるって感じですよ。しまいにはその会社を離れるときに会長に清算をお願いしようとしたら、そんなの払うもんか、ピッみたいな感じでね。それだから当たり前の態度ってことなんですよね、きっとね。だからそれを例の会長はね、にわきまえてたってのがすごいですよね。やっぱ従業員って情が移るじゃないですか。なるべく退職金出してあげたいし、なるべく借金を負わしたまま自分の会社をほっぽり出すみたいなことしたくないわけですよ。でもそれをすることが最もそいつを育てることだっていう最後のプレゼントじゃないですかね。しまいには今から思うとね、お前それじゃやっていけんで一人でみたいなのは最高のプレゼントだったんじゃないかなと思いますよね。その通りだったじゃないですか。そのままじゃやっていけんで、だからそのままじゃなくしたわけですよね。そしたら一人でやっていけるようになった。本当にね、何から何までお見通しということなんで、実はあの会社離れたのは吉田さんちょっとね、もったいなかったんじゃないかなっていう考えもあるし、いやいやそうは言ってもね、今がいいんだみたいなね、100兆円もらおうが1000兆円もらおうが絶対に社員人は雇わないとか、雇われにはならないって言ってますけど、さすがに1000兆円もらったら雇われで1000兆円もらえるんだと私は雇われますけどね。次の日に辞めりゃいいんで、1000兆円もらってみたいなね、そんなツッコミもありますけども、まあ、どちらにしてもね、経営者としては社員さんとは全く違う視点から見ているということです。まあ想像できると思うんですけどね。ただし経営者っていうのは基本的に会社に一人しかいません。あとは全員経営者からお金をもらう立場なんで対立するわけですよ。経営者としての立場と他のその他大勢としての立場がね。だからやっぱり人を雇いたくなるんじゃないですかね、まともな経営者だったら。人じゃなくていいですからね。それこそ、中学生とか高校生に職場体験とか行って、なんか幾ばくかのお小遣いあげながらやらすとか、逆にですよ、職場体験、体験申し込み代金1人5000円とかって言ってね、職場を体験させるのにお金をもらうみたいなこともできるんじゃないですかね。まあ、職種によってはですよ。ということで、雇われ経営者ではなくて単なる経営者だって結構雇った人に苦しめられてるってことですよ。しかもそれも自分で選んで採用してるわけですからね。立ちが悪いですよね。誰にも文句言えないみたいなねで、経営者が文句言い出したら社員が全員辞めますからねまあこんなところで対立するんじゃないですか。まあ吉田さん良かったじゃないですか、今みたいな形になって、一人でも多くね、そういう方が増えるといいんですけどね。今、吉谷さんがよく言われてますけども、吉谷さんでもできるんでしょ、だから俺にもできますよみたいなね。
今逆ですよね、どっちかって言ったら吉谷さんだからできるんでしょみたいな、なんで自分のことをそうやって安く見積もるんだと思いますけども、あ、吉谷さんができたんだったら俺は大丈夫ですよねみたいな感じで、ね、ちょっとね高をくくってやってもいいのにね、なんか妙なところで皆さん行儀いいのかもしれないですね。